アナウンサーによるお話の舞台は大堀公園能楽堂で開かれました幕開けは松尾芭蕉の奥の細道有限な音楽と照明でおよそ400人の観客を朗読の世界にいざないました月日は白帯の価格にして雪き交う年もまた旅人なり またメジャーリーガー大谷翔平選手の半生を描いた本の朗読では試合の模様を架空実況し拍手に包まれました会場では尺八奏者滝北永山さ,さんの演奏も披露され観客を魅了していました